はいどうもリアルバッキョーです。さて今回ですね、肥満の弟企画ということですね。最近ですね、3ヶ月で11キロ以上痩せた和樹くん、9月10日に大会を控えてるんですけど、こちらの痩せた1日これをね見ていきたいと思います。まあ1日のある程度のルーティーンや食べるものなんかは僕がね指示させていただいています。果たしてねこの通りに彼がやってるのか、これもね見どころではあります。ではスタート。おはようございます。はい、おはよう。1日のルーティーン取っていくんですけど、とりあえず今トイレ行って体重計乗ったところからスタートしていきます。体重もねちゃんと測ってますね。今日の体重ですね、こんな感じです。じゃあ今から走り行きます。あ、歩きか。こいつね、でもね体重をね3週間送ってこなかったですからね、その間しかも 1.5 キロも増えてんの、本当にもう許せんねこれね。はい、そしたらですね、久しぶりに晴れたんで歩きに行こうと思います。歩きに行く、まあ、だいたい40分から60分ぐらいを意識して歩いてます。それじゃあ行ってきます。まあ、これをね心がけてもらってますね、すぐサボっちゃうから。はい、今歩きから帰ってきたのでご飯食べます。まあ内容は鶏胸肉150とブロッコリーとご飯が 150g です。粉チーズとかやったら絶対ダメやけどね。え、上にかかっているものを知りたい。じゃあ今から腕トレしていきます。腕トレかいいですね。じゃあ筋トレのプログラムも僕が作ってますね。お、まあ、腕のメリハリちょっとついてきたな、そしてアームカールですね。これはだいたいね第一種目目に重量を扱うために僕はバーベルアームカールを結構腕の日は持ってくることが多いですね。フォームも結構ちゃんとしてるな。できれば下ろすときもうちょっと耐えて、最初からは反動を使いたくはないよね。でもしっかりやってて偉いな。いい。どうしてもねやっぱりこうやって見とかないとね、彼サボっちゃう癖が少しあるからね。でもちゃんと筋トレやってるな。カメラないではね、いいんじゃないかな。追い込んでるね。 いいですね、この追い込みをねちゃんと最後までね継続できればより結果がついてくると思う。はい、今帰ってきました。そしたら今からお昼ご飯作って食べていきたいと思います。昼食か。はい、今日のお昼ご飯は鶏むね肉とアスパラとご飯150g で、これも痩せんといかんぞ本当にね。まあ鶏ガラスープで、雑炊っぽくしました。またいただきます。はい、そしたらですね、ちょっと今お仕事中なんですけど、今予約が空いてるので、ね、自分の整体の最近ね、まあ施術室みたいなところとかオープンしたんです。ちょっと見ていきたいと思います。まあいいね、PR 入れても。まあこちらが駐車場ですね。ちなみにね、で僕はね毎週日曜日にここに看板がありますと。やっぱりね、トレーニングも大事だけど、それと同じくらい体のケアも大事。整体の中身を見せてくれますよ。靴脱いで。結構綺麗なんだよな。清潔感があっていいですよね。ベッドが1台ありますよ、っていう感じです。中にいても快適。まあ、ここでいつも60分の施術だったり、ね、あげたんそれ以上の施術だったり行ってます。自宅でも有酸素やれって言って、以上です。はい、そしたら最後の夕食のメニューです。鮭が 130g とブロッコリーとご飯が 100g です。これで夜お腹減ったらプロテインを飲むっていう感じで生活してます。
はい、ということでこんな形で終了しましたね。まあ一日の流れはこんな感じにしてもらってます。あとね、まあ彼は取ってないけど、プロテインも1日に2から3回ぐらい、だいたいまあ夜寝る前とトレーニング後とかに取るようにして、でタンパク質をしっかりと確保するようにしてもらっていますね。まあやっぱりダイエットの基礎としてはカロリーのコントロールをすることで、タンパク質はできれば体重の2から3倍のグラム数を摂取すること、これが非常に重要となりますね。まあ、あとは筋トレでしっかりと追い込んで代謝を上げ、できればね、日常生活もよく動くように歩くようにして、そこから運動量を上げていくとより良いですね。これで彼はね11キロのダイエット、まず3ヶ月ぐらいの期間でねに成功しました。できればねもうちょっとだけ落としてほしかったけどね。この和樹くんのダイエット企画、9月10日のマッスルゲート福岡大会、これまで続きますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで本日はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、じゃあね、以上です。よーい、スタート。はい、チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。